皆さん、こんにちは。ですね、最近韓国の YouTube がちょっとおかしいんですね。どんな内容を載せても、一応、黄色いメッセージが出るんですね。その黄色いメッセージっていうのは、皆さんには見えないと思うんですけれども、YouTuber たちが動画を載せたら、これが問題ない。普通な動画だったら緑色が出て、これが誰かに悪いこと言ったり、危険なこと、それとも性的な何かが出る、そういう悪い動画だったら、これには CM ができないように、つまり YouTuber たちがこの動画を載せて、お金にならないように、利益にならないように、この黄色い幕が出てしまいますね。そうなったら、CM ができないので、YouTuber としてはかなり辛いですね。私は今日 BTS に関する動画を載せたんです。そして今が2時24分ぐらいですけれども、3時に皆さんとリアルタイムで見る予定だったんですね。なのに、それも黄色いメッセージが、黄色い印が出てしまったんです。そりゃ悪い動画じゃないし、何の問題もないんですね。私だけではないんです。韓国語の全ての YouTuber たちが今経験していることですね。どんな動画を載せても、一応これが悪い、危険と YouTube の方で判断するから、みんなおかしいと思うんですね。それで最近、チャンネル登録者に配信していた YouTuber たちが、同じ YouTuber たちに配信をしているんですね。私は今日このように食べる木板を載せたんですけれども、これも禁止だと。なぜ禁止ですか？皆さんも同じですか？そのような動画を載せたら、その下のコメントを見たらですね、すごいですね。ああ、私も今日私の息子と赤ちゃんの息子と、一緒に遊ぶ、そういう動画を、普通な動画を載せました。なのに、それも禁止になりました。こういう状況ですね。それで今みんな、私もそうですけれども、パニックです。私は一応動画を載せて、皆さんの方に見えないように、非公開にしておきます。そうしますと、私以外には、誰も見ることができないんですね。それからこの動画に黄色いそのメッセージというか黄色い印が出るかを確認をします。こうやって見て。もし出たらサムネ、皆さんがクリックして入るとき、この見る画像がありますね。それをサムネと言うんですけれども、あるいはサムネイルと言うんですけれども、それに問題があるか、それじゃ変えてみようかな。他のサムネに。あるいはそのタイトル、あるいはタグ。そういうことをずっと変えるんですね。この黄色い印がなくなるまで。私もそういうことをやっているんですね。実は昨日も動画を作って、今日の朝にそれを載せたんですね。非公開にして。じゃあ何も問題がなかったんです。何も問題がなかったから、これでいけるかなと思って、それをさっき公開して、2時ぐらいにそれを皆さんに見えるようにしたんですね。それで3時からリアルタイムにして皆さんと一緒に見ることにしたんですけれども、公開をした途端に黄色い蓋が出てしまったんですね。これは YouTube を作っている人としては辛いですね。皆さんが見る5分ぐらいの YouTube は作るためには6時間ぐらいがかかるんですね。いくら適当に早く早くやっても私は4時間ぐらいかかるんです。ですからそれほど努力をしたら、ある程度の収入があったらいいんですね。収入が全くゼロだったらちょっと辛いですね。
もちろん趣味活動としてやることもあるんですけれども、まあちょっとだけでもお小遣いだと思っているので、私は 今この動画ももしかして検閲されるかもしれないんですね。何の問題もないのに、そうなってちょっと悔しいですね。そしてこの Google、YouTube というところは、韓国のサムスンみたいに電話かけて、これなぜできないんですか？何が問題ですか？いや、私はお客さんですからわからないから、あなたがこれは解決してくださいと言ったら、本当にサムスンだったら、チャ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 して、まあ、人たちが満足できるようにしてくれるんですね。なのにこの YouTube、Google はちょっと西洋人が作るからちょっと生意気なのかわからないけれども、応対をしてくれないんですね。電話もできないし、E メールでやり取りはできるんですけれども、E メール送ったら、まあ、24時間かかる時もありますね。まあ、今すぐ何か対応を求めているんだけど、それができない場合がありますね。なので今とっても辛いですね。今そういう状況です。ですから、まあせっかく6時間8時間かかって動画を作って載せても、まあやっぱ収入が一切できないと確か辛いですね。これは私だけではなく、みんなこういうことをやっているんです。みんな作って載せて非公開に載せるんですね。それからこうやってじっと見るんですね。私も朝載せてじっとこうやって、あ、これ問題ないかなと、本当に病気になるほどです。今載せたら何の問題もないのに、黄色いマーク、黄色い印が出たら、心臓が痛い、本当に心臓病になりそうです。みんなそういうことを言っているんですね。韓国の YouTuber たちは今、精神病とか心臓病にかかりそう。だって何を載せても一応は危険？悪い？その一度その黄色いマークが出てしまったら、それをなくすことはできるんですね。その黄色いマークは、この人間が判断して、あ、これは危険と思うのではなく、AI というんですか？ですから、パソコン、機械がこうやって自動的に考えて判断してやるから、まあちょっと、まあどのように設定をしておいたかは私にはわからないんですけれども、それがちょっと完璧ではないんですね。ですから私も最近ただ먹방食べる動画、チキンの動画載せたんですけれども、それもダメだったんですね、最初は。それでサムネ変えて、タイトル変えて、タグ変えて、ある人はですね、ほんの少しでも危険だと思ったら、たとえ差別とか、まあそういう言葉、攻撃、こういうちょっと、ほんの少しでも危険かもしれないと思う単語が入ったら、それを、まあ、文字で書かなくて、この丸々、丸々にして載せることも結構ありますね。それで、さっき私も丸々にして載せてみたんですけれども、これも、ダメ。ですから、何を元にして、何を根拠にして、これがダメだと、この YouTube で判断をしているかはわからないですね。ちょっと見せますね。これ、韓国語ですけれども、これが見えるかな？いやこれ見えますか？これ。こうなっちゃいますね。この黄色いやつ。普通はこれです。普通はこれです。これだったら問題ない。けれども、これだったら問題がある。けれども、何の問題もない動画に、このようなマークが、印が出てしまったら、とても辛いです。ですから、最近、韓国の政治家の誰か、その人の影響が一番ひどい。まあ確かに彼のせいだと思う韓国人がほとんどです。まあ、ここまで言います。彼に対してなんちゃらかんちゃら言ったらまた危なくなるかもしれないので。
それで一応この動画もできるかどうかわからないんですけれども、まあ、この動画一応載せますね。まあ、できなかったらまあ仕方ないし、そして、3時からはですね、今日の3時からは皆さんと気軽にちょっとまた公園で歩いたり、皆さんとお話ししたいですね。なんか、その飲み物、私がよく飲むその青い飲み物を持って、そういう感じです。すみませんね。ちょっと文句ばっかり言っちゃって。まあけど、だって私にとって皆さんしかいないでしょ。これを家族に言っても理解してもらえないんです。あいつ一体何やるんだ部屋で。こういう感じですから親は。 まあ、ジェイ、まあ、今この動画はできるかどうかわからないんですけれども、はい、そういう感じです。今日の3時30分から、3時30分からまた歩きますので、はい、よろしくお願いします。アンニョー、うわー、泣きたいんだよ、本当に、うー。